体重コンピューターチェック。チェックします。名前アストロモンス、種別宇宙大怪獣、身長60メートル、重さ58000トン、能力腹から出す液体で溶かす。100年に一度しか花が咲かないと言われているチグリスフラワー、ある砂漠を原産地にしているが謎の部分が多く、この植物についての事柄は一切が不明だった。そのチグリスフラワーの球根が東京湾近くの土の中に植えられた。だがそのことがやがて大きな災いをもたらす結果になろうとは誰が予想しただろうか。恐ろしいことにチグリスフラワーは吸血植物だったのだ。血のように真っ赤な花を密かに咲かせたチグリスフラワーは長い触手を使って子犬のような小さな動物を捕まえてはその血を一滴残さず吸い取って栄養分にしていた。だがさすがの吸血植物も電気ショックに弱く一度は撃退された。だが招かれざる不幸は再び起きてしまう。電気ショックがチグリスフラワーに一体どんな作用をしたのだろう。チグリスフラワーの真っ赤な花が腹の部分になって人間の知識をはるかに超えた大怪獣アストロモンスが出現した。腹の部分の花だって伊達ではない。驚くことにここはアストロモンス第二の口として機能するようになった。鳥獣オイルドリンカーを丸ごと飲み込んでしまったことでこの事実はアストロモンスが鳥獣をはるかに超えた怪獣である証拠である。花弁からは植物の頃の名残で黄色い酸性の液体を吹き出し全てのものをドロドロに溶かしてしまう。左手は鋭い鎌、右手は長くしなやかな鞭になっており相手も痛めつける時の強力な武器として使う。空を自由に飛び回ることも可能でその速度はマッハ3。アストロモンスの出現を境に鳥獣よりもはるかに強い怪獣たちの逆襲の幕が切って落とされたのだが。